7月にありますが、それはもう18人に絞られた後の試合です、うん、激しくなります。今ちょっとかなり吉田麻也が大きな声です。今ちょっと危ないプレーでしたね。そうですね、足の裏でしたからね、はい、本人は OKOK、OK、OK、と。そうですね。